サムライ小族のジョン・ヘンリー・スネル・スネル兄弟は、幕末期の商人。兄は、ジョン・ヘンリー・スネル。弟は、エドワールド・スネル。長らく、オランダ出身とされていたが、プロイセン出身であること、彼らの父の仕事の都合により、オランダの植民地であったインドネシアで育ったこと、そして開港直後に、横浜に来たことが判明した。 エドワールド・スネル詳細な出身地も没年も不明と謎の多い兄弟である。横浜開港の1859年には兄弟はそれぞれ16歳と17歳だったが、すでに長岡藩の商人がバケテ・スネルという紹介でランプを購入した記録が残っている。ジー・バテッケという人物とスネル兄弟が所属し西洋雑貨を売っていたと考えられている。 横浜の旧居留地では、オランダ人として登録されていたが、当時ここに居住していた人間は実際はそのほとんどが、プロイセン人だったと推測されている。さらに兄弟は、居留地の外れに牧場を経営し、牛肉や牛乳を販売していた。ここで搾乳を学んだ、和佐国出身の前田留吉という男が、武蔵区に大田村で牧場を開き牛乳を販売したのが、 日本初の牛乳屋とされている。しかし、1861年にはその牧場も人手に渡っていたようである。同じ頃、商人で、スイス施設のルドルフ・リンダウは、文久兼王施設の通訳に、スネル兄弟のいずれかを推薦している。彼によるとスネルは、ええ、普通、日本語の心得があるということだったが、結局随行は叶わなかった。その前年、 1860年に、プロイセン王国が日本と通商条約を結んでおり、1862年11月に、初代領事として、マックス・フォン・ブラントが赴任することとなり、兄、ヘンリーはその下で、初期官として雇われる。着任早々、ブラントとヘンリーの二人は、馬で、移動中編肌麦の浪人に割り込まれ、襲撃されかけるという危機を味わったという。ヘンリーは、 誠実な職員で、1866年に、横浜で大火が起きた際は、自分の家が燃えているにもかかわらず領事館へと向かい、公文書を避難させたという。他方、弟、エドワルドは、翌1863年には重大ながら、居留地の代表者に選ばれていたが、この年来日したスイス施設団の初期官として、雇われた。1864年、 ルドルフ・リンダウが、スイス領事に任命された際には、エドワルドは引き続き初期官を務めた。スイスの居留地に、土地問題が発生した際に、エドワルドが使者として、江戸に派遣されたこともあった。さらに横浜で、フランソワ・ペルゴと共に、スイス時計の輸入商社、シュネルペルゴを設立するが、武器販売を優先しようとしたことから、ペルゴと対立して紹介は解散した。 プロイセンとスイスとの間に土地の所有権が持ち上がった際には兄弟がそれぞれの当事者の初期官として職務を行っていたということもあった。1867年7月15日、スネル兄弟が馬車で江戸に戻ってきたところ突然沼田藩士、三橋正が馬の前に飛び出してきた。ヘンリーは馬車を回らせて男に触れずに通り過ぎようとしたが馬車が 斜め前に来たところで三強は刀を抜き、ヘンリーの隣に座っていたエドワルドに一撃を浴びせようとした。ヘンリーは拳銃で反撃したが、誤って下駄将、幸次郎の雇い人、朝次郎を傷つけてしまった。事件から2日後の17日、沼田藩は三橋正を拘禁したことを書面を持って幕府に報告している。大政奉還の際には、ヘンリーは、 エドワルドの大阪出張の先見隊として派遣されるが、その戦中で初めて長岡藩主、牧野忠君や河合継之助と知り合うこととなる。その直後の12月22日にヘンリーはプロイセン書記官を退職し、エドワルドも12月いっぱいでスイス書記官を退職した。弟、エドワルドはオランダ総領事ポルスブロックの圧戦で新たに開校される。 新潟港に、オランダスイスデンマーク副領事代公の肩書きで、赴任することとなり、ヘンリーとアイズ出身のその妻と共に、新潟へ移住する。新潟でエドワルドは、エドワルドスネル商会を設立する。アイズガロー梶原平馬は、越後長岡ガロー河合嗣之助を仲介に、エドワルドから、ライフル銃780丁と2万ドル相当の、弾薬を、 ハワイも数百丁の元米銃とガトリング砲を2丁購入している。兄、ヘンリーは、カジワラの案内で、合図にやってくる。1868年、北越戦争の際に、米沢藩が老、千ちさ賀と面会し、軍事顧問となるように頼まれ、これを承諾。合図藩主、松平片森は、ヘンリーに、平松武兵の名を与え、屋敷も提供した。 また、羽織馬かに、片森から授けられた小脇さを刺したいでたちで前線を、視察、自らの手で大砲を撃ち、その狙いは正確で弾はことごとく土塁の中に、撃ち込まれたという記述が残っている。母親戦争が起こると、上海や香港から武器弾薬を運び、奥上津列藩同盟に送り込んだ。北越戦争で、 新潟港が陥落した時、エドワルドはまさに武器弾薬の陸揚げ中だったが、殺鳥軍に捕獲されるものの、すぐに釈放されている。母親北越戦争の最中の慶応4年5月下旬から6月下旬までの期間、米沢藩軍事参謀、天かす継しの日記と、米沢藩、上杉や五年譜にすねる兄の動向がわかる記載がある。 慶応4年5月28日、千坂甲賀が藍津藩内で住める兄と出会い、米沢藩の軍事顧問を要請。住める兄喜び、行き投合。千さと共に、新潟に赴き、船会の世話、玉役所軍機の世話及び新潟開港取決め等を、いたすべきと役定。慶応4年6月10日、千坂甲賀が新潟に赴き、住める兄と談判。新潟には、 色部長戸がいたが、スネルは、チサカと、諸事談判して約上したのだから、チサカ以外とは話さないと行き通っていると聞き、チサカが、新潟まで赴いた。慶応4年6月12日、チサカ・コガが、スネル兄を伴って、新潟から、同盟軍本陣へ戻る。慶応4年6月13日、スネル兄が、同盟軍軍議に参加。チサカ・コガが、 スネル兄を伴って、押し切り口及び福井口を見分。慶応4年6月14日、千坂光賀とスネル兄が、同盟軍の諸口を回って特選。スネル兄は自ら大砲さん、4発を撃つ。その撃ち方だ肌巧みで、ことごとく敵類に命中。慶応4年6月15日、スネル兄が、同盟軍軍儀に参加。 慶応4年6月26日、スネル兄、米沢藩主、上杉なりのりに召し出され面会なお、天かす杉しはスネル兄の印象と以前に船に、同情したことがあるエピソードを日記に記している。印象、年頃30歳前後美目青衆、日本製羽織桃引きを着て、合図藩校から玉割りし小秋さを退来る。実に一個の美男子なり、言語およそ顎を持ち、 大抵のこと、わけを待たずして、愛、ベンズ。以前に船に同乗したことがあるエピソード、昨年12月、純道丸に乗り、上京をしたおり、共に乗り組みたる、異国人なり。その節、12号交じえ、薪タバコなどをもらえたることあり。よって、その時のことを断じ、あまりを見知りたるやというに、平松しばらく考え。 戦中で機械の図を描いて中夜希望の側にありし、人にひずやという、時に、河合継之助佐川勘兵衛も一座にあり、河合も君、こうを報じて同戦せし人なり。互いでを握って、愛喜び、ここにおいて、平松が持ってきた、武道士及び王政の歌詞等を、いろいろ出して、愛すすめ、上皇あたかも同胞に似たり。兄、ヘンリーは明治一新後。 1869年にカリフォルニア州に日本人妻の女王を含む合津若松の人々約40人と共に移住した。サンフランシスコの北東にあるゴールドヒルに若松コロニーという名の開拓地を建設した。しかし日本から持ってきた茶役話などが育たず1年ほどで若松コロニーの経営は行き詰まった。1871年4月ヘンリーは 金策をしてくると言い,い、日本へと向かったとされるが、彼がこの地へ戻ってくることはなかった。日本で秘密裏に暗殺されたとも言われる。弟は、新潟から東京へ移り、そこで紹介を開いた。1882年頃まで、日本国内で活動していたが、それ以降の消息は不明である。ありがとうございます。